秋田県大仙市出身のプロ野球選手。宇藤右打。横浜 DNA ベイスターズ所属。秋田西仙北高等学校時代は無名だったが、3年夏の県大会で40イニング連続無失点の大会タイ記録を樹立するなど快投し、同校最高のベスト4に進出。横浜商科大学へ進学した後、入部してすぐに肩を痛めたこともあり、在学中は3勝に止まったが、時速 150km 超えの球速が注目された。プロ志望届は提出せず、2015年に JR 東日本に入社。1年目から主力として登板し、都市対抗野球では自己最速の時速 153km をマーク。しかしその後は課題である制球難に苦しみ、翌2016年5月に再度スローに転向。球速こそは最速時速 148km と下がったが、変わらぬ威力のあるストレートを武器に、2年目は救援を中心に登板した。2016年10月20日に行われた2016年のプロ野球ドラフト会議で、横浜 DNA ベイスターズから8位で指名。その後年俸750万円、契約金2700万円で契約した。2017年、春季キャンプから一軍に帯同し、オープン戦では7試合防御率 4.32 の成績を残し、佐野恵太と共に開幕一軍登録された。3月31日の開幕戦となる対東京ヤクルトスワローズ戦では7回裏1四満塁という状況で、須田康太の後を受け3番手でプロ初登板を果たしたが、中村悠平に2点的自打、西浦忠徹に犠牲フライを打たれた。この年は主に敗戦勝利として12試合に登板。2018年は2軍で33試合に登板するも、1軍での出場はなかった。2019年は4月24日に初昇格を果たし、4月30日の対ヤクルト戦にて、プロ入り後初の先発投手として起用されたものの、3回、6失点と結果を残せなかった。1軍では敗戦処理や中継ぎとしても登板し、4試合、投げて1失点と好投した。2020年は2軍でチーム最多の10セーブを挙げるが、1軍では5試合のみの登板に止まった。11月2日には右肘のクリーニング手術を受けた。2021年、戦力外通告を受けた。ドラフト指名時には、解説者から完成度はとても低いが、めちゃくちゃ速い球を投げると評価された通り、コントロールは荒く速球が中心の投球をする。ダイナミックなフォームから繰り出す最速時速 152km の速球とフォークを主な武器とし、カーブ、スライダーも投げる右サイドハンド。また登板の際は乱視がひどいため、メガネをかけている。ありがとうございます。